はいどうも、陽介です。この度もご視聴ありがとうございます。本日なんですけれども、2点、ちょっと質問というか、こういう場合どうしたらいいんやろっていうお話をさせていただけたらなと思います。これ見てる方はね、ぜひコメント欄にね、残していただいたり、あとまあ SNS 等でご返答いただけたら嬉しいなと思っております。まず一つ目なんですけども、こちら、はい、これね、僕ん家で取れたアデニウムの種がこんだけ大きくなりましたよという感じなんですけれども、これのね、あとこっちか、はい、これがユーフォルビアのギラウミニアナでございます。この2つなんですけれども、いつまで腰水をすればいいのかっていう具体的なタイミングがあまりわからなくて、まあ、本葉が出て、ある程度形になってきたら、もう腰水ストップして、上からの水やりでいいよっていう、アドバイスもいただきました。で、一応アデニウムに関しては、もう腰水にはしてなくて、上からジャーッと夜間で入れてるっていう形にはなるんですけれども、このままでええんか今までずっと腰水をやってきてたから、なんかその腰水離れというか腰水ロスというか自分がね怒ってて、これでほんまにええんかっていう気持ちでいます。はい、ギラウミニアナもそうですね。これも腰水にはしてないんですけど、ちょっと水やりすぎてちょっと腰水っぽくはなっちゃってるんで、また乾いたら水やりしようかなと思うんですけれども、このねミラウミニアナに関しては、去年とかはね普通に、去年も取れたんですけど、去年は普通に種をまいてそのまま、明るいところというか、いつも通りの環境としてね、太陽の入る場所に置いて、腰水を続けてたっていう感じなんですけど、まあ、それやとね、ちょっと細長くなるよっていうのを、秋のりくんから聞いて、で、今年種取れたらやってみようっていうことで、まあ、種まくのはまくんですけど、それを腰水で、ハイポネックスの微粉を混ぜて、LED を割と近距離照射というか、今までは多分これぐらいやったんかな。これぐらいで、特に普通の腰水で当ててたんですけれども、今年はだいぶ近くにして、でハイポネックスの粉末のハイポネックスを混ぜた腰水を毎日やってたという形です。そしたらね、割と低くでぶっとくなってくれてるんじゃないかなと思います。ただまだ分岐とかは見られないんですよね。うん、こっから枝分かれしてくれると激アツなんですが、枝分かれをねさせるための方法っていうのがいまいちあんまり分かってなくて、それが分かる方いらっしゃいましたらぜひ教えていただけたらなと思います。なんだかんだずっと腰水やってたんですけれども、何株か、そう、これ今全部で9株かな、今現在あります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 株で、何個やろ、5個ぐらい多分肥料負けして育たんかったりとかしてっていうのがあり、僕の最終31粒ぐらいゲットしたんですけど、そのうち自分の手元に残したのが多分18粒ぐらいです。でそのうちの半分だけ生き残ったみたいな、そんな感じでした。はい、その子がこの子たちです、はい、これねちょっと枝分かれしてほしいんですけど、なかなかねしてくれてなくて、どうしたもんかという塩梅でございますよ。まあまあ気長に待とうじゃないかというところで、はい、まあね、未生アデニウム、あれ、あ、噛んだ、アデニウムはね、まあ、僕いっぱい持って割とちっちゃいやつから育てたので、
この頃はね様子見つつペペペっとやっとったら勝手に大きなっていくかなと思ってます。はい、うん、めっちゃ可愛い。家でアデニウム取れるとかおもろすぎるでしょはい、まあ、そんな感じで、未消のね報告と疑問というか質問、お送りいたしました。これね枝分かれしてほしいんですけどね、はい、これがギラウミニアナの未消でございます。アデニウムの未消です。アデニウムもね30、アデニウムが31粒か。でもギラウミニアナも同じぐらい取れたように思うんですよね。アデニウムももともともうこれは見た目でもう中身詰まってないなってやつが全部発芽したんで良かったですね。成長の差に差がすごいあるんですが頑張ってもらいましょう。以上未消でした。続きましてですね、ちょっとこの季節にはどうなのかっていうシンプルな質問をしていきたいなと思います。はい、っていうのもですね、はい、こちらこれですね、これとはい、これ、まあ、この3つはパキポディウムグラキリスで、こいつこれがねパキポディウムの電子カウレになります。大黒さん、恵比寿大黒っていう種類になります。はい、でこの4つなんですけれども、まああのこの鉢に植え替えてから多分2年ぐらい経ったかな、2年以上経ってる子もいてるな。この子とかもしかしたら2年以上経ってるかもしれないんですが、ちょっと見てもらえたらわかるかなと思うんですが、見えにくいな、こことかわかんないですかね、わかれへんな。要はねこれとかちょっとね この子のね、ここの写真を撮ったんでここに写ってるかなと思うんですが、とね根登りしてるんですよ。これとかわかるかな、ちょっともう一回アップしますね。これここ結構根っこがね出てきてるんですよ。そう、上にね、もちろん下からももう根っこがビャビャ出てるという状態で、はい、グラキリスね、これは僕の一番お気に入りのグラキリスです。初めて買ったグラキリスですね。はい、こんな感じで、この子たちみんな根登りしてて上から根っこがもう見えてきてるんですよね。なんか花輪みたいな髪型ってで、ま、これね植え替えたい。こんなん見ると上からも下からも上からも下からも根っこがね上からも下からも出て大変なことになってるんですよ。なので植え替えたいなと思うんですが、こればっかりはねちょっと植え替えのタイミング、もう今10月なんでねどうなんかなっていうところでちょっと不安に思っております。植え替えてみるか植え替えてみないか悩んでるんですよね。果たして本当に植え替えていいのかどうかっていう、今日はそんな内容です。植え替えていいのでしょうか、どうなんでしょうかここで解決することじゃないんですけどね。こいつもちょっと徒長してないですか、これやってんな。でもこれ縦に割れてるんですよ、これパキパキっと。これ結構横にも広がってきてるって感じですね、多分ね。このグラキリスね、うちに来てからだいぶ赤なってきましたね。日差しがやっぱ強いんですよね、朝の日差しが。
もっと銀色やったんですけどね、来た当初は。こいつは相変わらずこんな色です、モグさん。はい、まあそんな感じでね、アドバイスお待ちしております。そもそもこれ植え替えるってなっても鉢がね多分ないんですよね、こいつらに合う鉢が。ちょっと鉢持ってきます。まず最初にもうこれに合うかなみたいな、サイズアップちゃんとできてバランスいいかなみたいなやつしか今持ってきてないんですけど、まずこれ、はい、これね、ボタナイズのプラバチ、はい、スタッツのね、でこれもボタナイズです。はい、これもともとデカリーが入ってたんですよね。でこっちは、サボテン天使玉が入ってたはずですね。でこれミルクプランツさんの鉢、これいわゆるなんかよくあるやつ、卵型のやつね、お茶碗型というか、この僕の汚い落書き入りのやつです汚すぎるやろこれ、なんだこれ。であとこれ、これはね去年一昨年ぐらいまでグラキリス入ってたやつなんですけど、でそこからちょっとね調子悪く崩したんで、こっから植え直したんですけど、最近まではステファニアエレクタが入ってました。でこれですね、これもステファニアエレクタ用に買ったやつなんですけど、なんかねもうこの子らに合う今ある鉢っていうのがこんだけしかなくて、参ってます。眠たいんですよ最近、ちゃんと寝れてないというか睡眠が浅すぎて。こいつなんかバランスいいんですよね僕の中で、めっちゃこいつこのままでいいような気がするんですけど、変えるなら同じ形のこんな感じかなとか。めっちゃいいやこれとか、あとはまあこれ、うん、とかこれでもいいんですけどね、カッチョエ、この子はもうこの筒型のどっちかやな。でこの子もね、ですよね、この子はこれかな、ちょっと根削ってこれに植えちゃいますか、これっすよね、同じぐらいのサイズ、根削ってこれに入れるか。これかわいそうやな、かわいそう、この罰ゲームやんこの。どっちかかなって思ってるんですけど、いかがでしょうか。はい、でこの子もね多分どっちかなんですよね、これでちょっとサイズアップ測るか、これでいくか。これもでも底は広いけど、なんか入り口はあんま今と変われへんな、そうやね、どっちかっすね。で問題のこの子が、はい、ご神木のグラさん、ご神木グラさん、これはこれに入れたいな、ちょっと口広いけど浅い鉢でどうすか。うん、ピンとけえへんな、ちょっと浅すぎるかな。いやこの子元からね、買った時からこれぐらいの深い鉢にプラバチン入ってて、で植え替えた時これぐらいのサイズの鉢にね植え替えてたんですよ。でそっからこれに植え替わって、でこれでも下からも上からも根っこ出てるんで、もうサイズ的にはこんな根っこなんですよ、ね、
だからどんだけ削るか根っこをね。ただまあ今の季節根っこ削ったら多分アウトな気がするんで、もう今年はちょっと植え替え諦めて、いや他のやつもどうするかはちょっと悩んでるけどね。植え替えって僕の室内入れとったらあったかいからまあ大丈夫かなとは思ってるんですが、外やとね夜涼しいんであれなんですけど、植え替えた後中で養生しておいたったら多分いけると思ってるんですよね。なので、まあ、植え替えるとしたらこいつはちょっとねサイズの関係もあって来年かな。もう一個でかいのあるんやけど、あのアデニウムとかが入ってた水色のやつ、あれちょっとでかすぎるんでね、なんかかっこ悪いような気がして、そんな感じです。ちょっと悩みます。ただまあでもこの子たち、これとかこの辺とかは植え替えてもいけんじゃないかなと思ってます。これとかね結構あったかい場所、日中に変えて僕の家の中に取り込んで手やりゃ多分大丈夫かなと思うんで、次回パキポディウム植え替えという感じでやっていけたらなと思います。はい、暑い。僕このね部屋の中もね未だにまだ31度ぐらいあります。ちょっと前とかはね部屋の中35度とかやったんですけど、今はやっと31度まで下がったんですけど、それでもやっぱ暑いです。ちょっと水分取らなやばいかなというぐらいです。そんな感じで今日の動画は以上になります。ぜひ来週も見ていただけたらなと思います。はい、なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、X、Instagram やっておりますので、そちらもぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、ほら、かわいくじゃん。